ありがとうございます。これ怖いですよ。さあ、今から行きますよ。このステージに。さて、朝見たときは、まだ1階のステージは、ちょっとで完成してましたが、どうなっているんでしょうかということで、楽しみですね。お願いします。じゃあ、お姉ちゃん。めちゃくちゃ良かったです。歌のお兄さん、スパルタ歌のお兄さん、スカッと50回スタート。ビリーズブートキャンプ並みに。いや、楽しいですね。なんかせっかくのこうユートピアね、ライブの演出でこうやってもいいんじゃないですかなと思いつつ、楽しい。華やかになるかもしれませんかね。どう思いますか。ありがとうございます。もう一回行きます。楽しかった。運動することができました。だから体力は劣ってますね。どこまでについて無邪気さは大事だなってことを改めて思いました。皆さんも無邪気な心今も持ってますか。今一度皆さん胸に手を当てて考えてみましょう。あの頃の無邪気さ、ではせーの、ほい。さあ、いか、あ、ごめんなさい、距離感が。ごめんなさい。たまにありますよね、距離感が分かんなくなっちゃうこととか。やっぱ子供とかってこう、距離感関係なくグッと詰めるのやっぱり純粋に。やっぱりそういうところは、純粋性を持ったままの方がいいなってことをやっぱり改めて、あ、ごめんなさい、距離感が。ほら。やばいですね。めっちゃ今行きたくもないのにプレイバックされた感があって。僕も雷っぽく。ルーシャンブルス。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。完成が本当楽しみですね、これは。ただいまの時間40分ということで、本日のね、撮影大変でしたが、まあね、
本当に素晴らしい MV 映像になってると思いますので、まあ、皆さんねちょっとこのメイキング出てる声には MV 出てると思いますが、すごい結構、ね、時間かかったなって思いながらこのメイキングを見てもう一度ねぜひ見直してみてください。 MV 本当に素晴らしい映像になってます。ぜひ、ね、そ曲もたくさんのユートピア見てください。ぜひよろしくお願いいたします。以上、マスでした。またね。